ちゃんは見た。私はツツジ、ここエトルシャに勤めて3年目の会社員だ。おいツツジ。はい、何でしょう。ちょ、お前よく見ろ、俺のカップが空なのなんで気がつかないんだよ。すみません。たくぼーっとしやがって。コーヒー、砂糖なしでいい。はい。赤松さん、それくらい自分でやったらどうです。そうですよ、うちはそういうのセルフでやるって決まりでしょ。うるせえな、こういうのは女の仕事なんだよ。これくらいの気配りもできなきゃ女として価値ねえからな。この明らかに男尊女卑な思考の持ち主は先輩の赤松さん。この人は周りの空気も読まず、とにかく女性に対して差別的な言動を繰り返す。競馬どうなったかなって。まただわ。だいたい女は会社に来ないで家で飯作って男の帰りを待ってりゃいいんだよ。おい女ども、コップが空だぞ。ぼーっとしてねえでさっさと着け。は？電車で痴漢にあって遅れた？どうせ露出度の高い服でも着て出勤したんだろ。た、毎回毎回こんな感じなのだ。考え方が昭和で止まってるんだろうな。だから出世しないんだろうね。し、そして4月新入社員のカリンです。皆様どうぞよろしくお願いします。すごいしっかりしてそうな人ね。カリンさん、わからないことがあれば何でも聞いてね。ありがとうございます。よかったら今日一緒にお昼に行きませんか。いいですね、ぜひ。けったく、女はすぐ群れたがるな。どうでもいいけど仕事はさっさと覚えろよ。ランチ見て。あの赤松さんという方はいつもあんな調子なのですか。まあ、でも気にしなくていいからね。そうそう、あんなの聞き流さないとやってらんないわよ。うんうん、なるほど、そうですか。数日後。おいカリン、てめえ何勝手に棚の整理してんだよ。勝手なことしてんじゃねえ。すみません、だいぶ荒れてたもので。俺が使いやすいようにしてんだよ。女ってのはすぐ勝手なことしやがる。あんた以外はみんな使いにくいんだよ。その後も。おいカリン、じゃあ。赤松先輩はカリンさんに対し差別的な扱いをし続けた。お前は〇だ大でなの。女でそんなとこ無駄でしかねえだろ。金がもったいねえな。しかし数ヶ月後のこと。カリン君、ちょっと話がある。はい。君に任せたい新規プロジェクトがある。引き受けてくれるかな。やらせていただきます。おー、すごいねカリンさん、入社して1年経ってないのに新しいプロジェクトを任されるなんて。さすがだね、新しいこともすぐ覚えちゃうもんね。いえそんな、皆さんが丁寧に指導してくれたおかげです。あらまあまあね。おいカリン。はい、何でしょうか。お前新しいプロジェクト任されたからっていい気になるんじゃねえぞ。女ってのはすぐ調子に乗るからな。今回のはたまたま人手が足りなかっただけで、本来なら女ができる仕事じゃねえんだよ。しっかり覚えとけ。もうまた始まった。見苦しい嫉妬。はあ、わかりました。お前前から思ってたからなんだよその態度は。よ、人の話真面目に聞いてんのか。お前俺のこと舐めてんだろ。女のくせに生意気なんだよ。ちょっと赤松さん、それはさすがに言い過ぎで。赤松先輩ってよく女のくせにって言葉を使いますね。え、だったらなんだよ、俺に口答えすんのか。ええ、あまりそういうことは言わない方がいいですよ。以前父に、何かと女がというやつは男から見ても大したことない人間だから、そんな小物に何か言われても聞く必要はないと言われたことがあるんです。はてめえら何笑って。いやまさにその通りだな。あ、部長。赤松、だからお前はいつまでたってもヒラなんだよ。お前の同期はみんな昇進してんのによ。そしてカリンさんのストレートな正論と上司の苦言がよほど効いたのか、以来赤松先輩が侮辱的な発言をすることはなくなった。はあ、カリンちゃんのおかげですっきりした。あれから何も言ってこないあたり、やっぱり自覚はあったみたいだね。ですね。ああいうのは自分が弱い人間だと思われないように過度に虚勢を張るんですよ。他人を蔑んだところで自分の評価が上がるわけでもないのに、努力の方向性を間違えてますよね。カリンさん、一体人生何周目。悟りでも開いてるの。いやいやそんな。こうしてカリンさんの活躍でうちの部署に平和が訪れたのだった。ちくしょう、ちくしょう、悔しい。
聴いただきありがとうございました。もちろん男性にしか女性にしかできない仕事はあるかもしれませんけど、基本的に性別は仕事をする上では関係ないはずです。そもそもこの人に適正だと見込んで仕事も割り振っているわけですし、そのことに文句をつけるということは要するに上司に文句を言っているのと同じ意味になるんじゃないですかね。何にせよ他人を貶めるよりもっとやるべきことがあると気づいていただきたいものです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。